皆さんこんばんは、ホモサビです。皆さん今シラス食べたくないですか？ですよね。俺もね、食べたいんですよ、シラス。だから池に来ました。メダカがいるんですよ。メダカってすごいシラスみたいだなって思ってたんで、醤油でしてご飯にのせたら食えんじゃねって思って。違うな、狙ってるやつじゃないですね、これ。なに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 、なんかモーモーし、え、でもどうせ沼秩父系でしょ、うん、ブルーギルっぽい、ギルっぽい、うん。え、ブルーギルこの時期いる？ブルーギルだわ。魚いますよ、ほら。夜だから寝てますね、油断してます。おはよう、小菜。あっ、土復帰ですね、これ。今日は食いません。面白い遊びやろ。皆さん見てください、これね、動物の羽かと思うじゃないですか。けどね、実は違うんですよ、これ。ここにあるね、植物、これをね、折り取って、ガマの方ですね、これ。モワモワ具合がマックスのガマです。いきますよ。うお、うお、もわってきた。一回落として、これが気持ちよくてたまらんね。これね、乾燥してるんですよ。火起こしに最適なんですよ。ガマの方覚えておいてください、皆さん。お、寝床だ。開いた。皆さん見てください、こちらがですね、今日食べていくメダカ。実はね、厳密にはメダカじゃなくてカダヤシっていうお魚です。けど生き物興味ない人に、この魚なんでしょうって聞いてみると、百発百中でメダカって言います。見た目はかなり似てますけど、分類上では全然違う魚です。メダカは脱目メダカかメダカ族なのに対して、このカダヤシはカダヤシ目、カダヤシかカダヤシ族です。この目から異なるのは、生き物としてはだいぶ違いがあります。ウナギとサンマぐらい違いますね。けどね、味はだいたい一緒です。メダカよりカダヤシの方が大きくて肉付きがいいぐらいですね。今日はこいつをシラス丼にして食べますよ。ちょっと今日はこの2匹しか取れんかったんで、この2匹をね、とりあえず持って帰ります。で、持って帰るときに、カダヤシはね、特定外来生物なので、生きたままの移動が禁止されてるんですよね、法律で。だからね、かわいそうなんだけど、ウィルキンソン、こいつで締めてからじゃないと移動できないんだ、ごめんね。はい、締まりました。これで持ち帰りたいと思います。2日ぶりにやってきました。そしたらね、見てください、これ。水路の水が干上がってます。冬の間って水路は水を流さないところが多いんですよ。川から引いてるとかじゃない限り水止めちゃうんですけど、でもこれは悪いことじゃないです。水が全くないわけじゃなくて、こうやってあるとこはあるんですよね。で、水がある場所が限られてくると、生き物たちは移動します。水のあるところに集まるんですよ、一箇所に。取りやすくなりますね、いる場所も絞られるし。あ、いた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 、ほら、あれカダヤシだろ多分、フォルムからして。カダヤシですね。よっこいせ。1匹目、見てください。狙ってる魚じゃないけど、いっぱいいます。こうやって集まるんですよ、水が少なくなると。あ、いた、あそこにいるわ。よいしょ。おお、2匹いた、2匹いた。一気に2匹シラスが手に入りました。だんだんいるとこ分かってきたぞ。いいよ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 。イエーイ。あ、もう1匹いる、もう1匹いる。3匹。お前をどうにかヒュッて救えないね。救えないけど、一旦無視しといて。はい、取れた。奥のお前を取れれば、オッケー。はぁ、なんて幸せなんだ俺は。カダヤシを3匹も取ってしまったぞ、一気に。やべ、ケツが丸出しになった。喜びすぎて。1,2,3,4,5,6,7,8,9匹か。全然取れねえなぁ。この量の魚を料理してシラス丼ですっていうのは、ちょっとね、プライドが許さないんですよね。どうしよっかなぁ、ボツもありえるなぁ。あ、そうか。雑草が目に入って思いついたんですけど、よくさ、あるじゃん、なんかちりめんじゃこ丼みたいなやつで、大根の葉っぱとかごまが一緒に混ざってて、あれうまいんですよね。だから雑草を取ってって、こいつらに混ぜて料理すれば、それは立派なしらす丼だよ。皆さん、雑草は美味しいんですよ、本当に。なんで食べないんですか、皆さん。雑草だからか。カダヤシには雑草を探そう。もう草なら何でもいいんですよね、ぶっちゃけ。雑草なんて大体食用なので。ただせっかくなら美味しいやつにしたいじゃないですか。ああいう魚に合うのはね、茎っぽい草が合います。野毛シとかあるとね、いいんだけどね。お、野生の白菜が捨てられている。野生の白菜だろこれは。まあこの白菜は食べられないので、元あった場所に捨てます。あ、ちょっと迷うね、この辺。ギシ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 な、ちゃんと料理しないと苦いからな。のげしあったけど、鬼のげしかな、これは。俺が想像してるやつと違った。この質量だけだ、これ。茎がないんで、食べても美味しくねえな、あんまり。この辺さ、結構いい感じにこの葉っぱ生えてるね、これ食べられそうなやつが。これなんだろうな。ハルジオンか、ヒメジョンか。ちょっと俺植物あんま詳しくないんでわかんないです。昔
足はモギ族のなんかだと思うんですけど、とりあえず食える草ですね、これは。これをたくさん取ってこう。美味しそうな緑色のとこだけ。あとは虫が食え。よしょ。タンポポだ。これは明らかにタンポポですね。来年ここに生えるんでしょうね、また。こうやって冬にね、葉っぱがペターって地面にしてるのをね、ロゼットって言います。植物にはいろんな形で越冬するやつがいるんですけど、葉っぱのまま越冬するタイプはね、この根出葉っていう葉っぱがこうやって放射状に円形状にペターって地面に張り付いて越冬するものが多いです。タンポポはロゼットで越冬します。見てください、隣にヘラオオバコが生えてました。ヘラオオバコはマジでおすすめですね。本当におすすめ、おすすめ雑草ベスト10に入るかもしれません。じゃあこれだけの草を公園から拝借していきます。こいつらは食べる前に必ずやらないといけないことがあって、内臓を抜かないとですね、非常に苦いんですよ。だからちっちゃいからってめんどくさがらずに、絶対に全部内臓を抜いてください。めんどくせえこれ。この作業量に対して得られるこの栄養素の少なさよ。野草を洗っていきます。まあ火を通すんでいいんですけどね。この段階でちょっと茶色くなってるとことかをむしり取っておくと食感が良くなる。これで流しちゃいます。こいつらは特にアク抜きとか必要ないタイプなので、そのまま炒めるだけで食べられます。こんぐらいかな。火つけます。油を少し入れます。魚をイン。でちっちゃいのですぐ火は通ります。料理酒を少しだけ入れます。こんぐらい。これで臭みが消えるんで、ちょっと炒めます。なんかめっちゃいい香りするぞ。あ、めっちゃいい香りする。絶対うまくなるじゃんこれ。草を入れます。カダヤシがもう見えない。ほとんど草。こちらに塩コショウを入れます。おお、ぽくなってきた、ぽくなってきた。よくクックパッドで見るやつだぞこれ。魚から乗せてくわ。草を乗せる。草丼かこれ。でも大丈夫です。ごまを振ることによりなんかうまそうに見えるっていうあれがあるので、ごまマジック。完成しました。メダカのしらす丼。かっこメダカではない。まあなかなかうまそうなんじゃない。じゃあいただきます。うめえな。入れてないのに海苔の味がするぞ。うん、まなにこれ、商品化する。メダカふりかけ作っちゃう。かだやし単体いただきます。煮干しだ。やべえ、煮干しだ。しかも煮干しの中でもあの出汁取る前のちゃんと味のあるやつの味がする。これうま。適当に入れたこの草たちがね、なぜか海苔の味がするというスーパーファインプレーにより完全にふりかけへと昇華されている。しらすではねえわ正直。また今度別メニューを思いついたんでやってみたいと思います。本日も動画を最後まで見てくれてありがとうございます。この動画がいいと思ったらチャンネル登録をお願いいたします。どうかお願いします。心よい視聴者の皆様、また見てください。ごちそうさまでした。